にちは、便利屋ハッピーの門野口です。伊勢崎市は天満橋通りという道路ですね。そこを走っております。真水塚町付近ですね、ここは。はい、現在、午後1時52分、6月4日火曜日でございます。天満橋を渡ります。右側団地群になっております。羽黒町団地、私どもなんとなあの何回かありますね、各道っていうか、はい、作業をさせていただいております。はい、ちょっと日差しが割と強く出てまいりました。結構多いですね、団地の棟数が。羽黒県営住宅団地と、市営団地もあるかもしれないですね。右側何棟もあります。エレベーターのない棟もあります。 1,2,3,4 階建てだったり5階建てもありますかね。はい、風もややありますね。上り旗、お店の上り旗、手打ちそば屋さん、緑の登り方なんかも、いい趣ですね。その緑一色の登り方で手打ちそば何本も10本くらい立ってひらひらと目を引くかなと思います。風速今2メートルぐらいですかね。そんなに風は強くないですけれども、作業してる身からすると心地よい風なのかなっていう感じですね。天満橋通りはどこまでの通りですかね。今ここも該当する場所かわからないですね。先ほど橋ありましたけど、ちょうど抜けていくにはちょうどいい道なのかもしれないですね。地元の方々からすると、この先は354号線ですね。いつも似たような場所を通ってますけれども、先ほどは上里町にいましたね。上からあんまりない八丁ヶ原というところですね。利根川とで本庄側の 沼畑とか、そっちもあんまり利根川坂東大橋側なので93号線県道になります。ここからですかね。はい、この先まっすぐ行きます。天満橋通りはさっきのとこまでかもしれないですね。ではここでご案内終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。